どうも、モン吉です、今日はですね、ちょっと嬉しいご報告があります。実はこの間の10月4日、筑波サーキットコース一戦で行われた、筑波ハンディキャップドライバー日本一決定戦で優勝することができました。イエイ。本当ですね、この動画を通して、応援していただいた皆様、本当にありがとうございます。すでにですね、ミンカラの何してるだったりとか、ツイッターでつぶやいてはおりまして、メッセージやらコメント、いくつかいただいております。本当にありがとうございます。じゃ実際にですね、ここにトロフィーもあります。で、私、ちょっと選手として、出てたので、あまりちょっと取れてないんですけども、今回のハンディキャップドライバー日本一決定戦の、会場の雰囲気だったりとか、そういうのも撮影してきましたので、後日編集をしてですね、アップいたします。またですね、もちろん今回の目玉である、決勝レースの、レースでですね、タイムトライアルなんで、その走行した車載映像をですね、多く、今回カメラですね、7台使ってですね、車載では車載したカメラは5台、外部からの定点でのカメラが2台使ってですね、撮影しましたので、ちょっと今膨大な、動画のファイル数があってですね、ちょっと編集するのがちょっと時間がかかりそうですけども、地道にですね、アップしてまいります。今回ですね、ちょっと新しい試みで、ヘルメットにマイクをつけてこんな感じでちょっと喋ってみたりとか、もう今渾身のアタックでしたけども、どうだったでしょうかね。たまたまですね、ちょっとハプニングな、車載映像もですね、撮れておりますので、ちょっと一部お伝えするとこんな感じの映像が、あー、しまった、やっちまったという感じがあったりしてですね、ちょっと決勝はですね、タイムトライアル2回やって、1回目で大ごけしてしまって、タイム計測ができなかったという事態になってしまって、実質一本勝負の、戦いになってしまったんですけども、せっかくですね、名古屋からはるばる、茨城の筑波サーキットを走るっていうわけなので、もう何て言うんですかね、とにかく思い切り、攻めたという、車載映像となっております。その1本分にですね、かなり、全身全霊をかけた、集中した、本気の走りをですね、収めております。あと今回、今年の1月に行われたチャレンジクラブグランプリがあってで以降、サーキットを走るのがほぼ9ヶ月10ヶ月ぶりだったんですけども、久しぶりの走行で勘をどこまで取り戻せるか不安はあったんですけども、新しいタイヤも使うということもあったので、いろいろ不安もあったんですけども、意外とあっさりすぐそのスポーツドライビング、スポーツ走行の感覚が戻ってきたので、でしかもあっさりとですね、午前中に行ったフリー走行でも、ベストタイム更新できました。その車載映像もですね、アップしますので、多分そっちが多分先にアップできるかなと思っております。なのでちょっとこれからですね、ちょっと、動画の更新感覚がちょっとですね、悪くなるかもしれないんですけども、引き続きですね、モン吉 TV を、よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴していただきありがとうございました。では。